武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は駒澤大学の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが時間60分で大問が4題出題されています。で、大問の一つが総合問題という形でいろんな問題を聞くような形となっています。で、問題の形式は記述とマークの併用ですね。で、論述や計算過程を書くようなものが出ることもあります。で、問題の難易度的には本当に基礎、中心で、まあ、セミナーやリードライトノートなどの参考書をしっかりやっておくのがいいかとは思います。なので、まあ、参考書のレベルとしては日大レベルを、きっちり仕上げる、ことが重要かとは思います。で、計算問題が途中の計算過程も含めて、書くような問題出ておりますので、あの答え、出して終わりじゃなくてちゃんと途中式も含めて、回答が、プロセスがですねちゃんと自力で記述できるように、練習しておきましょう。で、総合問題が出る以上計算と知識どっちも、結構出てきますので、どちらか一方しか鍛えてないっていうことがないようにですね基礎知識は一通り網羅するように心掛けてください。以上が科学の勉強となります。